母親のマリア皇后と共にオリガと最初の夫、ピョートル・オリデンブルクスキー皇爵皇室よっと、スタンダルト号にて、名のアナスタシア王女とオリガ・アレクサンドロブナは、ロシア皇帝アレクサンドル三世と、皇后、マリア・フヨードロブナの第二王女、ロシア大皇女、兄に皇帝ニコライ二世とゲオールギー大公とミハイル大公、姉にクセニア大皇女がいる。 父親アレクサンドル三世と一番年の近い兄、ミハイルには可愛がられて、非常に仲が良かったが、母親マリアとは不仲であった。不仲だった母マリア皇太号から逃れるために、1901年に最初の夫、ピョートル・アレクサンドロ・オビチ・オリデンブルクスキー公爵と結婚したが、1916年に離婚し、すぐに愛人で金も資産もない兵士のニコライ・クリコフスキーと、 既践結婚した。滅亡した王朝だったとはいえ、当時、元美子が身分の低い男性と結婚するなどを考えられないことだった。ニコライ二世の弟や妹の中では唯一、彼の妻アレクサンドラ皇后に同情的で、一家と親しい付き合いをしていた。最初の夫とは、夫婦生活は全くなかったため子供はおらず、二番目の夫との間に、チホン、グーリという二人の息子を設けた。 ロシア革命が勃発すると、母マリア皇太后と共に、クリミアに遊兵されたが、母方のおばであるイギリス国王ジョージ5世の母、アレクサンドラ王太后が、妹一家をクリミアから救出するために奔走し、ジョージ5世が、戦艦マルバラをクリミアに差し向け、救出に成功した。その中には、クセニアミコとその一家、その他のロシア皇族、貴族が含まれていた。 オリガとクリコフスキーはロシアに泊まることを望み、出国を拒否したが、ボルシェビキが身近に迫ったことから、ノボロシースクのデンマーク領事館に脱出、トルコの難民キャンプで過ごした後、セルビア王国のベオグラードに移った際に、セルビアのアレクサンダル王大使から、ベオグラードの住居を提供することを伝えられたが、デンマークに渡った母、マリア皇太后に王将を受けたため辞退した。その後、 イギリスで母マリア皇太后と共にアレクサンドラ王太后に面会した後母の祖国デンマークの首都コペンハーゲンで母と暮らした。マリア皇太后は2番目の夫のクリコフスキーを嫌い、母親以外に頼る相手のいないオリガをほとんど下女同然に扱った。オリガはそのような母親の扱いに傷つきながらもそれを老齢のせいと受け止め、なるべく母親の心を乱さないように努力した。 1925年、夫と共に出かけたベルリンで出会ったアンナ・アンダーソンに引き合わされた。オリガは母の代理で皇室の生き残りと称する人々に何度も面会していたが、この時、オリガはアンナ・アンダーソンをアナスタシア・ニコライブナと同一人物であると当初は認めたが、後に否認している。母の死後、クリコフスキーと共に郊外の農園に移り住んだ。 1948年にカナダのトロント近郊へ夫と子供と共に移住した後、1960年に亡くなった、質素な生活ぶりだったが莫大な財産を残していたという、ジェームズ・ B ・ラベル、広瀬・信弘アナスタシア、消えた巫女、角川文子。 p55isbn978 から40億4277万 8011http コロンスラッシュスラッシュ history-gatchina.ru スラッシュオーナーズスラッシュオールガスラッシュ olga.htm ジェームズ B ラベル広瀬の弘アナスタシア消えたみこ p130 ファニックス パトリシア・オルガロ・ロマーノフ、ロシア、エスラストグランド・ダチャス、トロント、バイキング、ペンギン、ISBN 0から14から028086から3、ありがとうございます。